い、どうもこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト8の 3DS 版の方の実況プレイやっていきましょう。ということで、いや前回さ、これ斧あったじゃん。これわかる？これめちゃめちゃかっこいいじゃん、この紫色の。うわー、ほんとかっこいい。ザンマ刀か、かっけえと思ったら、このおじさんの服とお揃いだったわ。ちょ、おい、どっちもプニョスケかよ。ちょ、中年のおじさんやないか、これ。いや、かっこいいよね。ちょっとお揃いだったけど、この斧子超好きだわ。さあ、ということで、やってまいりました。今回、ついに、いけんのかな？前回なんですが、まあ、作戦で、チーム編成ね。ギガンツ、アポロ、待った、やべ、入れ替えだ、入れ替えしないと。ムチムチムチ打ちだね。ハルク、アポロ、どっちだ？ギガンツ。ここに、どれだ？デンスク、ゴレムス、リーカ、これか、これだね。これを入れたらいいんだな、多分。ただ待って、ベホップも変わらんのだよ、多分 HP が多いらしいの、こっちが。ほとんど変わらないんだよね。だ、攻撃はあっちの方が強いのか、こっちの方が。なあ、どうなんだろう、運じゃね。運じゃね、ちょっと分かんないけど。ただ敵の強さはどうなんだろう、 3DS 版と変わってんのかな、ちょっと分かんないんだけど、そこは。まあいいや、とにかく行こうで、もってバトルロード。さあ、今回は愛しきハゲチャビン。ちょ、モリーちゃんゲットできるのか。ちょっと待って、ちゃんとダメだ、並び替え。ゼシーカーお嬢さんね、お嬢さんね。なんかこれもうちょっとセクシーでよかったと思うんだけどな。パンツなんだよね。ちょっと納得しないな、これは。ちょっとね。まあいいや、行こう。さあ行こう。でもって、まあ可愛いからまあいいんだけど、これだって生足の方がいいじゃん。生足の方がよくね、これだったら。さあ行くぞ。ついに、この日が、やってくるのか、今回、ま、ダメなのか。まあ、A ランクになったら多分、またどっちだ、あっちだった、ごめん。A ランクになったら A ランクで、多分何かしらの何は買い、ほっと、これでいいじゃん。もうこれくれよ、これ。の、これくれない、これ。マジで。これ欲しいんだけど、この服。これなんかいいよね。なんか柔らかそうな感じ感じって言われたら困るから、よし、行こう。行きます。さあ、バトルロード来ました。ムチムチガチムチ団ということで。ガチムチ団に流れますが、さあ行こう。さあ、 A ランク来た、行きます、行きましょう。これで勝てんのかっちゅう話だよね。うわ、でかっ。おサイズ感よ。さあ、やってまいりました。ちょっとでかすぎやしねえか、ここの場所に。場所とちょっと本日はランク A のバトルロードがこの格闘場にて繰り広げられます。はい、来ましたよ。場内総選観客応援、もう大丈夫、そんな感じです。よし、よっしゃ、来た。でかくね、サイズ感よ。扉どうやって入ってきたん、お前ら。これはいきなりの好カードです。好カードってことは、それではバトル、よし、ゴー、よっしゃ、行くぞ。よっしゃ、森をいただこうぜ。さあ、どうなる。この後の、あれだよ、だから、勝てるのかどうかだよね。だから、S が勝てんのか。これ S があったんだ。S で森がもらえるんだよ、だから。さあ、行こう。OK。86。そっか、ベホップと違って、ちょっと強いのか。お、なかなかいいね。ギガンツ、13。お、寝てる。え、なんか寝てるんだけど。え、なんで寝てんの？俺、なんか、寝る攻撃したのかな。オッケー、154。あれ、ハルクって2回攻撃してる。 B 45。強い、全然いい。防御力も高いね。ただ回復してくれる見込みがない、まだ。オッケー、120。オッケー、120。決勝戦じゃねこれ。ちょ、いやマジで、やめて。うわー、強い。よっしゃ、ナイスだ。あ、ほんとはベホップより通常攻撃が強いから。166、いいね。2回攻撃たまになのか、やめて。 OK、 下にベホンは。よっしゃ、来た、いいね、いいよ。あ、これ良いね。あ、リー超いいじゃん、超いいじゃん。さすがだね、
やっぱりこうやり尽くした人のちょっとあるブログを見たんだが、ありがとうございましたありがとうございました。リーがいいって書いてあったんで、いやありがとうございました。最後、あー待った、ももちゃん来た、成人になったももちゃんが。第1バトルの劇的な決着に場内まだどよめきが収まりません。収まりません。モンスターバトルロードランク A 決戦、いきましょう。どちらのチーム、彼女の、もういいやそれ、いいんだ、よっしゃポンポンと行くよ。愛しきの、あこれあれなんじゃないの、あロパンアースから参戦、あれこれあったっけ、心にパンサス、これいやなんかやだな、これは勝利の女神も悩むでしょう。あれ、もう PS も忘れちゃった誰が出てきたのか、なんかトルネコとライアンが出てきたのも間違いないよね。 OK、 ジェスチャーダメジェスチャーだけ。さあちょっとねあれなんすよ、勝てるのかな、行こう、ハルト OK、 もう一回いける、やめて、93、結構な、オッケー、リーがちょっとやばいんだよね、誰、オッケー、ナイス、いいよ、いい判断だと思う、それすごくいいと思う。会心お願い、ギガンツ、ギガンツなんか会心だ、痛恨くれよ痛恨、壁立ち、なんざ、おーナイス、26、それくらい、それでいいよ、111、オッケー、103、会心だから痛恨くれ、痛恨、痛恨ちょい、やばい、あれ死んでないよね、びっくりした、一瞬どっちかわからなくなった、なんだなんだな、サメダル作ったって超かっけえ、一番さギガンツ今んとこ何にもなくね、オッケー、おおめちゃめちゃいい、サメダル付き超よくない、これかっこよくない、かっこいい、やめて、うわーかわされるんかい、クリアしないし、それいや、あ結構クラグな、ももちゃんごめんよ、142、オッケー、いいね、93、ベフマ、いいね、いいね、あーちょっと、ね、どうだ、かわされる、ギガンツの見せ場がない、いや、おギガンツ HB、ただの HB バカに、ま、なっちまうよ、これじゃあ、ハルクいいね、よっしゃ、すげえ横に倒れていったねなんで横に倒れていたの今、よっしゃ、来た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 、待って強そうやな、ランク A でなんかなんないのかな、さあ我々はとうとうこの瞬間を迎えてしまう、ありがとうございます、まあいいでしょう、モンスターバトルロードその頂上決戦ランク A、 残すはラストバトルのみとなりました、任せろ、我々は今この会場にいる、よし OK、 よし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 、行こう、同じような感じのやつがいるぞ、真の栄光をその手にするのはどっちのチームだ、バトル開始です、任せます、行きましょう、レディーゴーゴー、よし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 、いいんじゃないですか、行きましょう行きましょう、気合い入れますよ気合い入れますよ気合い、これ勝ってくれ、これ勝たなかったらまず S ランクに行けない、よし行こう行こう、来たお願い、よっしゃ、124、2が攻撃いく、59与えていく、ベホももう一回いけるから、おっしゃナイス、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、あれハプリいたけど、あれどうなったんだろうな、 S だったっけ、おー生き返んのかい、待ってメガザルロックってやばくね、なんかあれ生き返らせていく、83、 OK、 163、ベホマいいんじゃないですか、いやもうこれしか打てないのか、11、勝てるね、大丈夫、いけるいける、オッケー、ただ生き返らしたの誰かわかんない、誰が生き返らした、オッケー、135、やめてくれ、123、ベフマ、オッケー、よっしゃ、ここに来て全開来た、ちょうどぴったり、何4発ぐらい撃てた、やべ、なんだなんだ、119、あこれいいわ、ちょうどいいわ、勝てる勝てる勝てる、ここに来て全開だったよね、1対1、よーっしゃ、もうこれ間違いない、いかルカナ遅い、あ遅いね、ちょっと遅いよボンファイターくん、ファイターくんちょっと遅かったね、回収次ボンファイター、よっしゃ回収に来た、遅いんだね、ルカナ先に入れないと、それダメ下手よそれ、オッケー、1、ガンガン、そうそうそう、もっと早く早く使うべきよ、112、すげー、同じような、どっちが一瞬、どっちがどっちかわからなくなるんだが、どっち、よーっしゃ来た、よーっしゃ勝った、勝った、よっしゃ、え、S があるんだよね、間違いないよね、 S があるよね、
よしよし、あ、勝ちたい。モリーが欲しい。モリーが欲しい。モフリー戦ってるみたい。うひゃー、驚きました。私もこの仕事長いですけど、ランク A の優勝に立ち会うのは初めてですよ。さあ、これが商品です。どうぞお持ちください。英雄の槍来た。英雄の槍ここでもらえんのか。とうとうこの日を迎えてしまったな。よっしゃ。ではこれで最後のお祝いだ。これからはわしが預かる魔物の数を一気に21匹まで増やしてやろう。あざーす。あざーす。この数の魔物がいれば、今まで以上に戦略の幅が広がるはずだ。そうですね。うん、レディー、お礼を言わせてくれ。思えば、わしとレディーの出会いはほんの偶然だったのに。そんな運命的なもの感じられても困るな。レディーはわしの言葉を信じ、ここまでの存在になってくれた。わしはそれが嬉しくてたまらんのだ。ああ、いえいえ。もうわしからしてやれることは何もない。だが最後にこういうのはどうだ。レディー、このわしを倒し、最強のモンスターチームオーナーとなる。あれ、参戦だったっけこれ。戦いのステージはもちろんここだ。ファイナルランク、ランク S。 来た来た、これ来た。ランク S の1回戦と2回戦はわしの知る限りの最強の2人が相手となる。どれでもとライアンだったよね。そしてもちろん最終戦はこのわしが相手だ。駆け上がってこい、レディ。最強のチームでこのわしを圧倒し、最強のオーナーであることを証明するのだ。うん、わしは油断はしない。今日ばかりはいただこうぜ。レディの健闘は祈らずに別れよう。よし、待っているぞ、レディ。よっしゃ、行こう。もらおう、もらい受けよう。お前をいただくぞ、モリー。モリー仲間になるんだ。よっしゃ、一軍だ、一軍として。もうクソほど弱かった、どうするよ、どうするよ、死ぬほど弱えみたいな。いやー、おいさん、それモリー入れたら絶対ラスボス倒せませんみたいな。どう、いや、もう困るな、それも、それも困るな。まあそれもまた、よっしゃ、イスラム来た。よし、行こう。まずは、さあ、来た、ドルネコ。さあさあ、やってまいりました。本日はランク S の上位戦。よし、心一緒だね。これ行くよ、一気に行くよ。トルネコ来た。トルネコ、でもただ問題があります。このトルネコさん、ちょっと血色悪くないですか。じゃなんだ、ちょっと暑い砂漠かなんかをちょっと歩いてから来たのかな。ちょっと色が。それでは最高ゴー。よし、行くぞ行くぞ。さあ、勝てるのか、どん勝てんのか、勝てなかったら誰か連れて、多分ランク A を見て解放されるモンスターいるはずなんだよ。さあ来た、会心とか来そうで怖いが、オッケー、よしよし、オッケーオッケー、ナイスだ。いいんじゃないですか、眠らせた。あ、寝るのか、いいじゃん。オッケー、目覚まさす。目覚まり聞かなかった、ナイス。ヘラヘラヘラ、何笑ってんねん。よい、ナイス。なんかもうさ、さっきちょっと瞬発力やばくない、笑ってる時の。ちょっと瞬発力早くなかった今。自分でもちょっと癖になってきてるかもしれない、あれ。よし、いいよいいよ、全然食らってない。オッケー、いいよいいよ。リーがまたいいんで、いいっす、なかなかいいんですよ、リーが。目玉やばい、効かなかった。いや、オッケーオッケー。目玉パー2かなんかがグループなのかな。オッケー、やめて。おー、すごい、ハルクが、はぁ、すごくね。ハルクが有能すぎてやばいんだが、もう寝方が可愛い。ちょっと寝方が可愛かったね。オッケー、30秒。オッケー、会心だかなんだかくれよ。ベホマラ70か、何してあぶね。ベホマだったらちょっと面倒くさかったね。ベホマめんどくせ。よかった、先にベホ。強いな、強いな、結構。まあまあ大丈夫、まだ大丈夫。さあ、まず安心安全。俺ハグリン来たと思うんだよ。さあ、同じようなタイプが来た。ライアンが来る。そして、場内まだどよ、モンスター引き続き赤コーナー。さあ、弟子のオーナー、ムチムチガチムチだ。青コーナー。さあ、ライアン、大きゅうのモンスター。いや、来た。これはそれは真ん中の
釘を先に始末せんにゃ。めんどくさいことになりそうな気がする。真ん中だぞ、真ん中が行こう。真ん中頑張ってくれ。みんな分かったか、真ん中を先にこっこきしてくれるんだ。頼むぞ。よし、来た。いや、真ん中の釘がめんどくさくない。オッケー。わかんねえよ、どっちも。どっちだかどっちかわかんねえ。26、オッケー。どっちかわかんねえんだって言うんだから。リーはわかるけど。ラハン結構強くなかった、1、2。オッケー。会心だかなんだか。オッケー。よし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 。いや、いいんじゃないですか。オッケーオッケーオッケー、強いな。レホマそろそろ1回くらいくれんのかな。オッケー、クギューが戦闘タイプだったな。回復も全然しないというありがたや、ありがた。よっしゃ、260強い。今ってどっちか、レホマ。オッケーオッケーオッケー、26回復しようぜ。ナイス、ダリー行く。よっしゃ、ギガンツいいんじゃないですか。次リーも欲しいね。リーちゃん自分で、あ、倒しちゃう、倒しちゃうの、倒しちゃうね。ベホマちょ、自分に行かない。いやー、倒しちゃうね。倒さない、サミだね。いやー、リーちゃんなんか変な攻撃食らったら死んじゃうと思うんだけど。いや、いけるのかな、リーちゃん。オッケー、この釘強くね。その強く、この釘強くなかったか。600か700ぐらい HP あっただろう。嘘だろ、こんななかっただろう、普通。俺らの時。よっしゃ、来た。Ladies and gentlemen! 一体誰がこのようなステージを迎える日のことを想像したでしょう。おなしゃす、勝ちたい。挑戦者の規格外の強さが、この新たな戦いのステージを生み出しました。ありがとうございます。よっしゃ。森様が世界中から屈指の猛者を集めて行われたこのランク S もここに最終決戦を迎えるに至りました。では参りましょう。モンスターバトルロードの究極、これ以上のバトルは存在しません。赤コーナー、青コーナー、伝説の最強。いや、これ多分ハグリンだと思うんだよな、俺。ハグリンがどうなるかだな。わしがバトルとなったら油断という言葉を知らん。本気で行くぞ。もらい受けよう、お前の命、お前の人生をもらい受けようじゃないか、モーリー。さあ、いそう。最強のモンスターチームの称号は果たして誰の手に。答えはすぐそこだ。よし、行くぞ。いくぞいくぞ。さあ、問題がハグリンだな。ハグリンをどうなるかによるんじゃない。でもハグリンそんな強くはないと思うんだよな。オッケー、40。あ、強いやないか。やべやべて、ハグリンやめよう。伺ってる。オッケー、お、来た。おーっと、来たぞ。もう勝てるじゃん、もう勝てるじゃん。ただエルクラッシャーがやばいのか。どっちだ。終わった。ハグリンを。オッケー、91。なんだよ、ギガンツごめんよ、見せ場がねえとか。待って。オッケー、待って、ちょっとリー。オッケー、ナイスだ、リー。ナルトリーって言いなかったっけ。いたよね。今一生思い出したんだけど。ナイスだ。ここに来てギガンツの見せ場がなかったのに、ここに来て一発目からさ出たぞ、会心が。すごいな。ま、おお、よくかわした、ハルク、よくかわしてくれた。オッケー、してあげてくれ。全勝でいきたい、みんな死なずにいきたい。よし、寝た。ナイス、よーっしゃ、行こう。楽勝だったぜ。勝てるな、これだったら。ハルクの寝かすのが強くないか。強いよね、寝かされながら殺されるって地獄だな。おー、いいね。OK、 79きた。よし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 、88。よっしゃー、きたぞ。よし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 、きた。あー、勝てた。大丈夫だよね。ありがとうございます、あざーす。俺が最強のバトルロードだ。バ
トルロードではねえ。お前はバトルロードではない。モンスター、あ、違う違う、モンスターつけたらちょっと問題が出てくるな。ちょ、来た。いやー、言葉を失うってのはこういう時のことを言うんでしょうね。本当もうなんて言っていいやら。よし来た。とにかくこれが商品だそうです。はい、どうぞ。なんだ、ドラゴンローブ。あ、こんなんあったっけ。ゼシカ装備できんじゃない。レディー、いや今日からはこう呼ぼう。レディーはチャンピオンだ。さあどうなの。私はこの立場にありながら一日とてモンスターチームの研究を怠ったことなどない。ない。どうすればもっとチームが強くなるのか、新しい技が出るのか、そんなことばかり飽きもせず考えている。だがチャンピオンのような真の天才の前ではわしのような凡人の努力など虚しいものだな。どういう感じになるの。ありがとうチャンピオン。チャンピオンはわしの夢を叶えてくれた。わしはずっと待っていたのだ。わしを打ち負かしてくれる真の天才が現れるこの日を、最後のお祝いをさせてくれ。わしとチャンピオンが出会ったあの場所で。どういうこっちゃ。何があるんだ。泣くのか俺今から。なんかあるのか。そう、来た。いやいやいや、そっちかい。まあまあそっちだろうか。よくできているだろう。この像は王位の栄誉を後世へ伝えるために建てたのだ。なるほど。さっきも話したが、王位はわしの長年の夢を叶えてくれた。だから今度はわしの番だ。この辺はあったよ、ね、わしは王位の夢を叶える手伝いがしたい。え、わしも一緒に。おお、なんか、あれ？てくれ。あれ、像はあったよね、キャプテンだよ。え、いいえ、いらねえわ、こんなの嘘です。来いよ、モリー。来た。ボーイならそう言ってくれると思っていたぞ。しわくちゃで、なんだこの顔。ボーイの夢が何なのかは知らんが、このモリー必ず役に立ってみせよ。さあ何タイプなのかを知りたい。来た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 、よっしゃ来た。これのためにやってきたんじゃ、これのためにやってきたんじゃ。俺はさあ、ほんやっとこさ、新要素というか、新要素 3DS 版の目玉だね。ニカ、ニカ。城を出た時に比べて旅の仲間も随分と増えてきよったな。どうしたんトロデオン、いきなり。そこで提案なんじゃが、馬車を離れる時はわしとミーティア姫の護衛に誰か残ってくれんか。あ、なるほどね。洞窟などの探索に大人数でゾロゾロ行くこともないからの。なるほど。無論護衛の者が何か特別な道具を持っている時はわしが袋へ入れておいてやろう。それではこれからの道中もよろしく頼むぞ。さあ来た来た、よっしゃ来た。あー嬉しい。さあ行こう、さあ行こうぜ。さあどういうこと、作戦でいいのかな。チーム編成、え、仲間、モリーも仲間した。あー、モリーが増えてる。あたちが悪い、オケルスが死んでしまったのは私のせいだもんね。だって待って、ちゃう、いや違う違う。どうしたボーイ、武者修行かって。そのん、たゆまぬ努力、さすがチャンピオンだって。ついでにバトルドームどうだ、格闘場近いぞ、すぐそこだぞって。ちょっと待って待って、え、これどうやって、これどうすんの、ど仲間呪文作戦、並び替えか。来た来た来た、ゼシカだよね、青さんはいるよね。さあそこでこれどうしよう。あ、待った、 MP ある、 MP ある。何タイプなんじゃ。待った、まあ、ちょっとクール回復いないで無理だよね。ちょっと待って、強さ見ようぜ、強さ見よう。なんだモーリーレベルいくつだ。 35! ドンピシャやないか。これなかなかないよね、このドンピシャで出会うって。違うのか、本当言うともうちょっと後ぐらいに多分こう仲間にするんで、普通の場合は。だからなんだけど、めちゃめちゃ強いじゃん作戦が。ちょっと待って、並び替え、待って、モリーにしよう。よし、オッケー。きたー。
走り方、足コントかこいつ、コントだ。よしよし、待ってくれ。スキル待って、作戦、スキルポイント、森来た。なんだ森って何が強いんだ。爪の攻撃力が上がるだって。振り分けてください。ゴッドスマッシュ、一応エンデンは今回やめておこう。ちゃんと考えます。熱血モンスター、モンスター呼びって何これ。ザオリコール、バイキル、バイキルドあるぞ。おっと、ルカにもある。いいね、使ってない。爪がなかったのか。まあ爪だな、多分違うのかな。タイガークロがある。あのなんだっけ、ごめん今名前出ないんだけど、ドラケ11のさ、あの11にいたでしょ、ローだっけ。ローのねが結構強かったんの、あのなんかタイガークロとかが。ちょっと待って、装備が、モリ旅人、鉄の爪、爪か、なんかないんかい。なんもない、なんも装備できないの。まあ、いや、ちょっと待って、ちょっと見よう、見てみよう。よし行こう、よし行こう。後ろから見たらあれ膝構造やないか。ちょっと待って、よしよっしゃ行こう、行くぞ行くぞ行くぞ。さあモーリー初戦闘、さあこれでもうすごいじゃん、装備だけあったらもう全然いけるじゃん。モーリー特にニャンニも覚えてない。まあ、いや、よしよし、 OK、 77、いいね、強いね強いね。モンクタイプってことでいいのかな。誰を、ちょっと、いや、モリーとヤンガスとククール、ちょっと考えなきゃダメだな。さあ、ということで、今回は無事にですね、よっしゃやったー、ということで、やっと 3DS 版ならではのものにですね、たどり着いたということで、まあ、ボイス付きはもちろんだったんですが、いや、嬉しいね。さあ、まだまだもう一人います。ゲルダ姉さん、どこで、来るのかちょっと楽しみしながらやっていきましょう。ということで今回この辺で終わります。次からちょっとまたなんか違うことやるかなと思っておりますんで、それで皆さんよろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。あ、な、動いてる。面白すぎだよこれ。ちょっと友達でこれでいくか、ゼシカとのツートップでこれでいくか。さあということで今回この辺で終わります。それで皆さん